俺どれ好きかな。俺どれ好きだと思う。誰と一番仲いいの。誰が好きなの。来ましたね、はい、俺パッて肛門を読めとく。俺ケロちゃんじゃんと思って、はい、乾杯。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今までなかったでしょ、こういう声をやってる人同士の差し飲みって。ないですね、うん、初めて。そう、僕らがその先駆けとなって、だから僕らの出来次第では、はい、これが続くか、もう終わってしまうか。責任重大。はい、だから責任重大なところでございますんでね、頑張っていかないといけないということでございますよ。よろしくお願いいたします、はい、というわけで、エクストラクさんの会議室からお届けしております。よろしくお願いします。差し飲み、最近はさ、差し飲みって言いながら、はい、もうお酒一切飲んでないからね。そうなんですよね、飲んでないですね。そう、最初飲んでましたもんね。最初飲んでた。最初だって自分でもお酒持ってったもん。あ、そうなんですか。うん、これが美味しいよって言って、うん、それぐらいちゃんと飲んでた方がいいんだろうなと思って。あ、飲まないとほら、言えないこともそうそうそうとか、なんかこう酔ったからちょっと言えるみたいなさ、うんうん、こともいっぱいあると思うんで、なんかまあ飲んだ方がいいんだろうなと思ってたんだけど、最近のこう差し飲みこうパーってこう見てて、多分差し飲み自体もすごくなんか久しぶりだなと思うんだけど、うん、あ、そうですよね、うん、だからそれ見てて、全然酒飲んでねえじゃんみたいな。私とリエックスさんの時も、うん、私がお酒あんまり飲めないからかなと思うんですけど、何の話したの。私とリエックスさんの時は、うん、コミュ障トークが花を咲かせてなかったかもしれないですけど、うん、はい、メインはコミュ障トーク、はい、そうですね、なんか何年前の約束がっていう話で、その後小西さんにね、あ、なんかを取り持っていた、あれか、はい、あー、思い出した思い出した、はい、思い出した思い出した。その後なんか俺とかババゾノさんがちょっとなんか何とかしてくれるっていう、はい、やつで流れで締めてって、そう、速攻連絡したもんね。はい、そう、確か、うん、で一緒にご飯リエックスさんと行って、うん、でもその後っていう話なんですけど、今日怒られるかなと思って。なんでカラオケに行くっていう話をしたんですけど、うん、都合が合わなかったのと、リエックスさんのね、ご用事の方でも行けなくて。なるほど、お互いにでも連絡は取ってやったところでしょ。とあんま撮ってないか。リエクさん、なんで撮ってねえってことだな。なんとなく、なんとなくって感じだよね。今年こそ行くぞってさっき話しました。いやー、行かないね、それは。あのね、今年こそ行くぞとかそういうこと言ってる人は絶対行かないから、はい、この、ミクシーの社食、うん、でランチをしようって話もしたんです。あ、それはすぐできるんじゃない。あ、本当ですか。うん、なんかツイッターとかで、うんうんうん、ほら、いろんなさ、重心亭さんとかさ、あ、いろんな人がなんかこう会社にランチしに来てたりとか、うんうん、じゃあそれをきっかけにそのままカラオケに連れてくっていうので。いや、でも仕事だからさ。あ、そうだ、その後は無理よ、あなた。どうしよう、うん、だから1回間空いちゃうから、はい、コミュ障的には1回間空いちゃうから、あ、ちょっとじゃ あ,、まあまた今度ってなるじゃん、はい、そうするとどんどん連絡しなくなるっていう。俺もコミュ障だからよく分かんない。分かりますか、うん、コミュ障ですか。俺はもう人見知りだから。あ、そう、あ、だから刺身さんと俺刺身させてもらった時に、はい、人見知りだっていう話をずっとしてたんだけど、人間が怖いって話。そう、人間が嫌いで人見知りだっていう、はい、話を、だから同じような話してるんだよ。同じような話です。そう、それを盛り上げることができたかどうか。そう、だから分かるの。だからもう頑張って誘うわけよ俺は。さすがです。でも誘わないと進まないから。確かに、うん、だ、あと始まる前の選手の人とかと話とかしないの。あ、でも始まる前はご挨拶行って、うん、プロツアーの人とすごい仲いいもんね。そうですね、なかなか仲良くさせていただいて、ね、プロの人たちとね、はい、なんか一緒にマルチでモンストとか今やらせていただいて。あ、本当。あとあれですね、近畿の獄とか25回までクリアしたのが、うん、プロの方と一緒にっていう感じですね。みんなに手伝ってもらって、みんなに手伝ってもらって。誰と一番仲いいの。誰と一番仲いい、誰が好きなの。え、それ言っちゃダメなやつじゃないですか。恋愛トーク。よく恋愛トークしてるから。いや、なんかモンストのプロツアーの MC やったおかげでというか、せいでというか、うん、平等に、平等に行かないとなっていうか。上手に言ってる、平等に。いやいやいや、なんだろう、どこ応援してるぜとかってあんまり言っちゃいけないのかなっていう意識があります、うん、ああ、誰と一番マルチするのは。マルチする機会はカベドンズさんが多いです、うん、あ、そうなんだ、はい、へえ、意外。
やっぱあのコミュ力がすごくあって、俺クマさんたちとよくやってるのかなとか、フォースリーパーさんたちとか、そのあたりとよくやってるのかなと思った。 GV さんとか全然今のところ、あ、クマさんと一度、うん、あのアマテラスシーンを伝っていただいたんですけど、私のゲージミスで負けました。あ、クリアまだしてないんですか。まだしてないんですよ。そうか、ツイッターで見たい気がする。エクスカリバー結局当たらずで。いや、サブ作るんじゃない。いや、もう絶対引き続けます。アーサーだもんだって。アーサーですから。うん、うん、あ、エクスカリバー持ってるんですよ。どれ。あ、本当だ。これを守りに頑張って。あ、これ持ってこう引けば、これこうやってこうやって引いてたんです。ちょっとすぐ出る、すぐ出る、出る出る出る。エクスカリバーにあったんだもんだって。合いました。うん、ちょっと頑張ります。なんで笑うの。アーサーのところに来ないって悲しいね。ちょっともう、なんか今まで史上一番引いたかもしれないぐらい、うん、ちょっとマネージャーさんに言っていっぱい仕事させてもらおうよ。声優の仕事をさ、お願いします。うん、事務所に入ってるんだし。はい、頑張ります。うん、あのマネージャーさん仕事できる人だから。うん、存じ上げております。すごいいっぱい持ってきてくれますよ。頑張ります。あれ、最初はエクスカリバーが俺だって聞いた時どう思った。はい、あの、聞いたというよりは、うん、あの宣伝といいますか、応援動画というか、撮らせていただくときに、そうだよね、キャラクターボイス、もう誰がって分かるもんね。えっと思って、うん、2度見ぐらいし、2、3度見しましたね。ほんと、えっと思って、いや、めちゃめちゃ自分が嬉しかったです。ありがとうございます。なんかやっぱり動画に出てらっしゃったりとか、うん、やっぱモンストめちゃめちゃやってるのは周りのみんな知ってるので、うんうん、で、あのシシジローの時もわーってみんなでなってたんですけど、やっぱ新春限定って熱いですよね。熱いよね。なんかもうほんとちゃんとやりたいから、はい、なんだろうな、まあどの仕事もちゃんとやるんだけど、あの声が出ないとかってさ、絶対避けたいから、うん、全部こう仕事を調整して、ここの仕事とここのこの仕事は結構避けるし、いつも声がなくなるから、ここの後はちょっとやめようっつって、で、ここは休みがあるから、ここの後の日とか、ここ普通にまあ、あの楽な役だから、まあ、ここの後とか、そういう時の方がいいよって言って、そう、それで日程決めて、すごい。それでやったの。小西さんがめちゃめちゃガチャ引いてる動画、見ました。ファミスさんのやつ？はい。あれはあの時はね、すごかったんですよ。はい、一昨年もそうなんですけど、年末のその特別番組みたいなやつで MC2 回ほどやらせていただいて、それが、1時間半2時間ぐらいやったのかな。でその後僕ちょっと NHK で生放送があったから、で NHK に移動して朝5時まで生放送をやって、でそれが終わった後にファミ通さんに今度移動して、でファミ通さんで6時か6時半ぐらいかな、着いたの、はい、でそれで、ファミ通さんで朝9時ぐらいまで、うんうんうん、あのガチャ動画 と、使ってみた的な動画を撮らせていただいて拝見しました。そうなんですよ、楽しかった。楽しかったです。楽しかった。なんかすごい勢いでガチャを引いていくので、うん、って見てる方がだ、でも用意してた、はい、そのオーブンの中で出てくれてよかった。だから、あ、本当に最後うわーってなりました、うん、あの後ね、すげー出たんです。そうそう、やっぱパワーが。そう、その後、まあ、ちょっとして、使ってみたまで休憩があったから、はいはい、ちょっと休憩してる間にピョーって充電したらすぐ出て、出るやんみたいな。すごい、いいな。ビナーが出なかった、逆に。あ、そう、うん、ビナーのうち1体しかいないのにエクスカリバーは8体ぐらいいる。そんなに出ましたか。すげえ、エクスカリバーすげえ出た。だビナーはそうじゃなかったけど、うんうんうん、でもそのおかげでな、ノストラダムスが極まった。でもわあ、なんか初っ端から結構続けて出てました。そう、めっちゃ出たのよ、ノストラダムス。エクスカリバーの好きなところってある？好きなところですか、うん、やっぱまだまだこう情報として少ない部分はあるんですけど、うん、そうですね、あの紹介動画とかの時に、うん、あの世界中を旅していたっていうのと、うんうんうん、食に詳しいっていうのを言った時に、うん、面白いなと思って、うん、なんかブリタニア料理しか知らんもんな。ブリタニア料理しか知らんもんですよ。あ、そうね。でもなんかその自由にこう、うん、歩き回ってるというか、うん、いろんなところを旅してるっていうのとかを見ると、うんうん、なんかキャラクターというよりもそんなんていうんでしょう、人間らしさというか部分が見えて、うん、すごいいいなっていうのと、あと子供とついつい遊んじゃって
約束を忘れちゃうっていう一面があるっていうのを見て、ちょっとドジっ子なんですよ、はい、そういうところはすごい可愛いなと思って、うん、はい、います。僕はあのね、アーサーってね、あれなんですよ、結構思い入れがあって、あ、そうなんですか。本当にこのモンストを始めた頃の初期の段階で、うんうん、手に入れた星6キャラクターなんですよ。あ、そうなんですね。そう、ワンウェイ、縦にしか出ないやつ、はい、ロックオンじゃなくて縦にビョーンで出るだけ、下に配置しなきゃいけないやつ。そうそうそう、はい、あの時、あの時手に入れて、いや強い子手に入ったじゃんと思って、うん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 、すげえ使ってたもん昔。ありがたい。そう、うん、だからね、めっちゃ思い入れあるんですよね、アーサーって。まさかその剣になるとは、うん、そう思ってもない剣のキャラクター出ると思ってなかったもんだって。ああ、そうですね、確かに。そう、あのいろんなキャラクターの武器が、うん、ね、キャラクターになってるっていうのはあるけど、はい、いや、エクスカリバーはまさか来るとはねと思ってて、次のお正月ってどんな偉人が出てくるんだろうなと思ってたの。ああ、確かにそうですね、うんうん、そう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 、うん、なんかこの前にセリフ言ってもらってみたみたいな動画撮ってたんだけど、はいはい、やっぱりなんかこう皆さん、ユーザーの皆さんからやっぱ熱いメッセージだったりとか、うん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 、こういうことをこういっぱい言っていただきたいみたいな、うんうん、やっぱ応援していただきたいとか、まあ、そういうのいっぱいもらって、はい、なんかすごく嬉しいよね。嬉しいです、うんうんうん、そうそう、だああいう風にやっぱりこう皆さんが思ってくれてるキャラクターをこうやれるっていうのは非常にありがたいね、うん、ありがたいです、うん、なんか以前やらせていただいたことあるんですけど、うん、やっぱりこうユーザーがキャラのことそう近い目線で見てくれてるというか、うん、そういうところはすごい嬉しいですね。なんかあのセリフを考えるためにさ、はい、その自分でこうシチュエーションとかさ、いろいろこう妄想とかしながらさ、うんうん、こうセリフを考えてくれてるわけじゃん、はい、なんかこうなってああなってとかっていうのさ、こういう時にこう言ってほしいなみたいな、そう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 、だああいうのとか考えて、くれてるのをやっぱり、いや、なんかまあありがたいなと思うし、うん、そう、自分のね、自分のって言うとあれだけど、うんうん、エクスカリバーのためにね、時間使ってくれてるわけですね、うんうん、アーサーのために時間使ってくれてるわけだし、だからエクスカリバーとアーサーがこう一緒になんかこう活躍してるような、はい、なんかそういうのを見たいんじゃないかなとは思う。そうですね、うんうんうん、だからそういうのを作ってほしい、俺は。ぜひともお願いしたいですね、うん、なんかその武器と持ち主っていう、今までいっぱいあるけど、はい、その両方が同時に出て何かっていうのって今までないから、ないですね。そういうのをちょっとこう特集してなんかやってほしいよね、うん、結構ツイッター上でも、うん、こう武具と持ち主の関係性を考察しようみたいなのとかってたまに見たりするんですけど、すごいこうユーザーさんが考えてくださってて、うん、それをなんか実現したいというか、あ、その動画いいかもしれないね。レクフラでやりやすいな。やりやすいですね、うん、ぜひ。多分ね、公式はやることいっぱいあると思うんだけど、レクフラは多分そんなにやることないと思うんだよね。企画多分大変だと思うんだよ、考えるダメですよ、考えるの大変だと思うんだよ。忙しい、なんか何やってもいいんだもん、きっとあのチャンネルは。なるほど、レクフラってちょっと企画会議やりたいですね、みんなで。この間やってたじゃん、公式でさ、あのプレゼンのやつ、プレゼンのやつ、うん、そうそうそう、はい、見ました、モンストの、はい、そうそうそう、で、シロさんのやつやってた、はい、あのゲームのやつですね。そう、ああいう感じで、あのいいんじゃない、なんか秋山持ち込みプレゼンって言って、うんうんうん、なんかいくつか企画考えてエクフラでやればさ、ゆるくやれるよ結構、あの声優仲間と集まった時にそういう話題出るんですよ、うん、どういう話してんの、その、あれでしょ、そのモンストのキャラクターやってる声優さんたちってことでしょ。そうです、モンスト仲間で、うん、みんな仲いいの。結構世代が一緒というか、同時期に収録に入り始めたりとかした人たちは仲いいです、ね、みんなであれでしたもんね、グランプリじゃないか、なんか大会出ました、ね、東京 e スポーツフェスタ、そう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 、はい、ね、でしたもんね、すごいよね。いやー、もうなんかやっぱり見てたらやりたくなっちゃうんですよ、ね、うん、分かる分かる、はい、うん、でもめちゃめちゃ緊張しましたけど、うん、でそういう人たちでさ、はい、なんかみんなほらいっぱいキャラクターやってるじゃない、うんうんうん、やってます。秋元さんもさ、いやいや、こんなに用意してくれたけど見る余裕ないですね。めっちゃいっぱいやってるもんね。めちゃめちゃやらせていただいてます。すごいいっぱいありますよ、まあ、皆さんご存知だと思いますけどね。ツイッターの方に載ってるやつ。俺どれ好きかな。俺どれ好きだと思う。え、俺どれ好きか当てるゲーム。え、性能ですか、それともあの、いや、俺はもうね、キャラ絵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 。じゃあここに載ってるやつ以外で、いや、ここに載ってる、ここに載ってるやつで参考に別のキャラとかっていうのは、ね、まずね、一番好きなのはさくら。かっこいい。さくらが好き、さくらが一番好き。俺の待ち受けはさくら。
うん、あとキーホルダーも桜。桜が一番好き。1個でも当てたらいいよ。じゃあチャンス3回。3回チャン3チャンス3チャンス3チャンス。これで分かりやすいかも。でも上杉謙信、上杉謙信はね好き。ありがとうございます。上杉謙信は好きなんだけど、はい、重心化のイラストがすげえ楽しみ。いや楽しみです。はい、めちゃくちゃ待ってます。私も待ってます。うん、これはねめっちゃいいイラストになると思うよ。かっこいい感じの、うん、セクシーでかっこいい感じのイラストになりますので。ありがとうございます。ご期待ください。期待してます。はい、あとまだあります。まだあります。まだありますね、僕好きなやつ。ちょっと見てもいいですか。うん、自分のキャラは分かんないな。いや分かるんですけど、こうパッと見ないと、うん、信長。違います。はぁ、あとワンチャンス。割といた俺でも。うん、村雲。村雲は違いますね。こっちのページ、あ、こっちのページはね、一体います。こっちのページ一体います。ゴッホ。ゴッホ重心化。めちゃめちゃかっこよくなりました。ゴッホ前から好きだったんだけど、重心化になってやっぱりもっと好きになったよね。今レベル120だもん、ゴッホ。ありがとうございます。いやでもスリーチャンスで当てられなかったですね。うん、どのキャラクターが一番好き。いっぱい好きだと思うけど、なんか結構公式さんの動画で言ってるんですけど、うんうん、ダヴィンチが。俺ねダヴィンチ好きなのよ。ありがとうございます。神化。神化。神化なんですよ。ダヴィンチね。ダヴィンチいいよね。めっちゃいい。おー、ダヴィンチ好きです。そう、なんか言っちゃいけない話だったらカットしていただきたいんですけど、こう最初の頃ってイラストがなかったんですよ。うん、あ、そうなんだ。で、自分がダヴィンチになるかどうかもわからない状態でオーディションみたいな感じだったので、うんうんうん、で、実装されて、うん、あ、めっちゃこのイラストいいみたいになった時に自分の声が聞こえてきて、もうすごく感動したっていう。そうか、自分かどうかはわかんないんだもんね、使うまでは。だからもう思い入れがすごいあります。なるほどね。もちろん、うん、曲、はい、曲って言ってよ。うん、うん、曲見てよ。曲ワイフサムアップされた。はい、あとじゃ あの、まあエクスカリバーとか、うん、アーサーの話はまあ結構したので、はい、まあ、なんかその声優さんの話もちょっと聞いてみたいなと思うんだけど、うんうん、今どうですか、その声優さんのお仕事は。ずっとフリーだったじゃない。はい、で事務所に入ったじゃない。はい、うん、それどうですか。やっぱ事務所に入ったからこそもらえるお仕事とかもあったりして、うん、なんて言うんでしょう、こういただくお仕事をもちろん一個一個大事にやってはいるんですが、うん、今までにやったことないようなお仕事とかもやらせていただいてて、それはもう本当に事務所に入ってよかったなっていう部分はあります。うん、何やってて楽しい。お仕事、いろんなもの、アニメだったりとか外画だったりとか、はい、ゲームだったりとかね、うんうん、それこそナレーションだったりとか、いろんなタイプのお仕事あると思うけど、うんうんうん、どういうことをやってる時が一番楽しいお仕事って。今は何でも楽しいと思うけど、はい、ちょっとあの営業しとこう、マネージャーに。営業難しいですね。多分マネージャー見てるから。マネージャーさん見てますか。見てるからきっと、はい、この動画を事務所でチェックするから。はい。やっぱり、うん、今までゲームのお仕事が比較的多かったんですよ。うんうんうん、なので一人でこもってやることが多かったので、うん、最近だとアニメの現場に入れていただいてて、はいはい、そうするといろんな方がどういう風にやってるんだろうとか、うん、あ、こういう風に考えて言ってくださってるんだなとかっていうのを受けて、それに対して出すっていうのが今までやっぱりそこまでなかったので、はい、それは会話できるのが楽しい、はい、ドラマをやるのが楽しいんだ。はい、そうです。楽しいです。なんか人がいるって楽しい。社長がすごいアニメも外画もやってるから。はい、そうですね。だからどっちもチャンスがあるんじゃないかな。頑張ります。うん、絶対、はい、あるってすぐ連れてくれる。やった明日も、もうこのお仕事って言ってくれるんじゃないか。ありがとうございます。うん、プレッシャーかけるありがとうございます。なんか一度小西さんがメインをやられてる現場に来ましたね、はい、俺パッて肛門を読めたら、あ、秋山ちゃんじゃんと思って、はい、テンション上がったもん。 ありがとうございます。そう、私もこんなに早くこの機会がと思って緊張していったんですけど、割と事務所入ってすぐだったもんね。もうすぐでしたね、うん、はい、
で、その時に思ったのが、小西さん、そう最初にもおっしゃってたんですけど、うん、コミュ力がないっておっしゃってるんですけど、ないない、うん、やっぱりまとめる力というか、そうなんだよ、あるんだよ、あるんですよあるんですよいや、ないんだよ、あるじゃんと思って、頑張らなきゃいけないわと、いやもうそうですよね、主役とかやってる時にね、はいはい、うん、いやもうなんかやっぱりこうメインですけど出てこないシーンとかもあったりするじゃないですか、うん、でもパッて出てきたらもうその場の雰囲気がこう小西さん寄りになるというか、うん、こう引っ張ってってくれてる感じが身に染みて感じるというか、知ってるからじゃない俺のこと、いやむしろ遠く感じました、俺あの現場はね、あんまり喋ってないよ、まあ確かに喋ってはいないと思うんですけど、うんうん、やっぱ一言で雰囲気変わるなって思う、割とこう自分も大変だったのもあるけど、いっぱいずっと喋ってるからこれ大変だったってもあるけど、なんか俺もね、知らない人がいっぱいすぎちゃって、あーそうなんですね、そう、どう何をやったら、うん、この知らない人たちを巻き込めるかなっていうのはずっと考えてた、やっぱそういうところがすごいなというか、コミュ力ないって言いつつもやっぱりまとめてくださってるし、見習いたいなと思います。いや見習う方がいいよ、俺のやり方は特殊だから。そうなんですか、スタッフに文句を言ったりとかするそんなことある、お前もう全然できてへんやんいやとかっていうようなやり方にしちゃうから、はい、そう、まあなんかそう、例えばそうだったりとか、まあ、うんうん、その時は音響監督さんだったりとか、うんうん、向こうにいるスタッフさんを通じて、なんかこう、をいじることによって、はい、なんかこうみんなでワイワイできたらいいかななんて、うんうんうん、だからこう、みんながさ、おこうちょっと変じゃねとか、疑問に思ってることだったりを、うん、俺が例えば代表してふざけてこう聞くことによって、うんうん、あそうだよねって思えるっていうことが多分一個になる方法の一個だなと思って、うんうんうん、だそういうなんかこうふざけて突っ込んだりとかしてた、うんうん、あの時は、うん、やっぱりそのおかげでなんか話しやすかったりとか、うん、雰囲気がやっぱり変わるなっていうのがあったので、気使ってるんだよ、はあ、気使ってる、いやそれはでもそれはあれなんですよ、先輩たちがみんなそうしてくれてたから、あ別にだから俺たちはこのためにこういうことをしてるんだぞっていうのは別に誰も言わなかったけど、うんうん、俺は言ってるダサいやつねみんな気づいてますそれがあやってくれてたから自分で感じて勝手にやってるってだけ、はい、うん、でみんなもやっぱりそうだと思うよ、一緒にいる、一緒にいたあの時って声優さんと先輩たちとかって、はい、あの分かりやすいのが、主役が新人だと周りにいる先輩たちが空気を作ってくれるから、うん、俺がだから最初若い時にこう主役をやらせていただいた時に、やっぱりこう周りにいる先輩たちが雰囲気を作ってくれて、ああありがてえな、自分の役に集中してればいいんだと思って、うん、そうそうそう、もうそれも乗っかって思い抱っこでやらせていただいてたんだけど、まあなんかそういうできる人がやればいいんだなっていう、うん、うん、そうそうそう、なんかそんな感じ、うん、だからそれの時は頑張る、それ以外はもうゲストとかで言ったらもうこうだった、本当ですか、そう、こうやって足組んでこう僕はもう皆さんとは会話しません、いやなんかコミュ障だから全然コミュ障の感じしないですけど、うん、あとはもうロビーでずっとこうスマホでツイッターとか見てる、あーなるほど、うん、そう、そうそうそう、いやそういう先輩方の空気を作ってくださるだったりも、うんうん、勉強できるのってやっぱ現場に行かないとわからないことなので、そうだね、一人でやってるとね、うん、わかんないもんね、なのでやっぱりそういう現場が好きだなと思います、うん、こう声優さんとして長年やられてると、うん、やってる、いや私本当に小学生ぐらいの時から聞いてるんですよ、わー出たこのパターンきたわー、まさかこんなところでお話するとは思ってなかったんですけど、来た、私子供でした子供でした、子供だったんです、もう本当に、いやあります、ショックなんだよね、でもそうですか、うん、長年第一線で活躍されるっていうのすごい大変、いや第一線じゃないです、第三線ぐらい、じゃあ第三線で活躍されるのってすごい、うん、活躍します、第三線でも活躍してます、はいされるのって大変だと思うんですけど、うん、こう声優としてモチベーションどうやって保ってるのかなとか、うん、時々だよ、でもモチベーションってでも、うん、こういう仕事って好きだからやってるじゃないみんな、はい、だからなんか、なんだろうな、モチベーションが下がるっていうことがあんまりないかも、うんうん、あ失敗したなとか、うんうんうん、なんかあとなんかあこの役やりたかったのにこの漫画好きでこの役やりたかったのに面白いしちゃったなとか、うんうんうん、
なんかそうやってなんか、テンションが下がることはあるけど、うんうん、なんかすごく嫌になったりとか、うんうん、嫌いになってることってあんまなくて、もうほとんどなくて、うん、もう自分のこうやりたいことというか好きなことの延長線上だから、うん、あんまりね深く考えない僕は、うん、声優さんって、キャラクターの気持ちだったりとか考えてることだったりとかを言いたいことを代わりに言う代弁者だと思ってるのね、うんうん、でそれができるのって声優さんしかいなくて、はい、そのアニメだったりとか漫画とかで表現することはできるけど音声にして届けることってできないね。だからその大事なところを担ってるので、だからそれはもうだってそこで考えてゲームでも何にせよそこでお芝居をするってことはその子にならなきゃいけないから、はい、そのモチベーションも関係ないじゃん自分が、うん、関係ないです。例えば昨日別れましたとかめちゃくちゃ好きだった人に振られましたって大泣きしましたって言って目晴らしてても、はい、その役は関係ないじゃん。関係ない。そう、なんかそういうふうに考えてる。うん、それをしてあげれば、うん、そのモチベーションは関係なくなるとは思うよ、うんうん、それがね自分の仕事のスタイルとして回り始めたら、うん、そこのなんだろうな形を作るまでにすごく時間かかると思うけど、はい、うん、例えば1個の方法として、はい、うん、そうだから自分の仕事が好きだったらなんかプライベートがどんなに落ちてても、うん、こう自分の好きな仕事ができるっていうところに喜びを感じれれば上がると思う、うんうん、いいこと言ったね。だいぶこれはねもうノンアルコールだけどいつでも上がれるヘカテを飲んでるからだよ。飲んでますね。だから上がってんの、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。真剣に聞いちゃいましたもん、ね、ありがとうございます。いやまあでもなんかはい、まあモンスター話に戻るけど、うんうんうん、まあこの先エクスカリバーとアーサーと、はい、2人で何かこうやりたいし、やりたいですね。それこそ円卓の騎士がみんな集まって何かやってみたいなっていうのもあるし、何、はい、かやってるの見たいなっていうのはある、うんうんうん、そこにエクスカリバーがいるとおかしくなっちゃうから、まあそれはそれなんだけど、何かそういう何か関係性があるキャラクターたちがどういうふうにしていくかっていう、うん、まあそういうふうなことをちょっとやっていきたいかなと思うよね。やっていきたいですね。うん、なんか今回こうやってお話しさせていただいて、うん、こう改めてキャラ同士のつながりとかも感じられたので、うん、またぜひ何かアーサーとエクスカリバーでやっていきたい、はい、そうだね、思います。きっとなんかできるよ言ってたら。できますかね、うん、変な話エクスカリバーって姿がなくてもできるのよ、はい、あーなるほど。アーサー持ってるから。持ってます。だからアーサー1枚でもできるの。アーサーとエクスカリバーって実はそれは心の会話にしたいわ。いいの。なるほど。だそうですね、はい、なので今後まあなんかもしかしたら2人でね、なんかこういろんなことがやっていけるかもしれないので、まあ皆さんもね、応援していただければ、ありがとう。なんか世界は広がっていくんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひぜひ。じゃあ最後はエクフラですから、はい、いつものあれで終わりたいと思いますよ。知らないですか、エクフラの終わり方。どれだろう。決まり文句があって、クリームパンパンってやったら終わるんです。わかりました。さあじゃあ、はい、最後はいつものはい、はい、セリフで終わりたいと思いますよ。いきますよ、せーの、クリームパンパン。ありがとうございました。ありがとうございました。